はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、カヤックフィッシングを楽しみたいと思います。まずはですね、このジグ、ダイソーのジグですね。これはいつのサイズかな、売ってるサイズの真ん中辺のサイズですかね。ダイソーの、これも初心者用のですね、投げ釣りスタートセットというもののタックルを使ってます。まずこれでジギングをやっていきたいと思います。水深はですね、4.5メートルから 4.7 メートルのあたりをですね、刺してますね。今魚群探知機が働いてですね、センサーがあって、お魚さんが何らかの群れがいますよっていうような感じ、形でですね、表してくれてますので、ね、早速投入したいと思います。4.5 メートルですね。しゃくります。今日はちょっと晴天でですね、晴れすぎてますね。日焼け止めたくさん乗ってきましたけど、日焼けがちょっと心配ですね。波はですね、これ風の波ですね、昨夜の雨のその影響があるのかもしれないですけど、少しだけね、風吹いてますけど、全然カヤックの方は安定してます。ダイソーのリールがですね、ちょっと壊れてしまいました。ロックがかからなくなってしまって、変なところでかかりそうになるんですけど、かからないですね。なのでちょっと予備に持ってきた竿で、リールと竿で釣りをしたいと思います。なかなか当たりがありません。ポイントを変えてみます。それにしてもいい天気です。全然釣れません。風が強くなってきました。だいぶ風出てきたんですけど、波がね、結構立ってるんですけど、このカヤックだと結構安定してますね。もう全然転覆する気配も、なんていうんですかね、こう体が揺さぶられる、大きくね、揺さぶられるようなこともほとんどないですね。かなりね、横揺れには安定してますね。縦はね、結構直進性がいいもんですから、かなり早く岸に戻れますね。やっぱり船の底の形状がちょっと特殊と言いますか、私川とか湖用のカヤック持ってるんですけども、それらに比べては直進性がすごくいいもんですから、ちょっと驚きですね。これだけ低価格なカヤックなのに、気温性能は9大点が挙げられると思います。とてもね、安心感がありますので、あまり無理はねしない方がいいもんですから、その辺の見切りは大事なんですけども、体感的にかなり安定した船だと思います。で、一応岸に戻ります。
今 A 型のライフジャケットを着用してるもんですから、ちょっとあの GoPro のレンズに映っちゃってるかもしれないですけど、直進性はいいんですよね、すごくね。横波にもそこそこ耐えれて直進性がいいっていうと、かなりですねカヤックにとってはあの理想的な部類に入ると思いますね。もうちょっとですねいろいろ苦労するかなと思ったんですけど、全然ですね全然安心感が違いますね。やはりですね重心がねちょっと後ろ気味になる設計になってるんですよね。なのであの波をですねうまくこう前方の V 字型になってるんですけども、 V 字型のその船底がですね船の底の形がですねうまく波をね切ってくれるんですよね。これ普通のプレジャーボートとかモーターボートに、あのスポーツ走行が可能とか適したランナバウト型っていうんですけども、それらにちょっと近い設計になっていて、かといってあの回答性が悪いとかではないのがなくって、回答性も良くって短いです、全長が短いので回答性がいいので、軽くオールをですねあのちょっとあの2度3度の振ってあげればうまく回ってくれますね。でこれでちょっと戻っても今日は上がりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。